おねしゃす。ダメだよって言ったばっかり。おねしゃす。おはようございます。おはようございます。もううち働き気になったか。まだまだ。どうしようかな。まだまだ。すいませんけど。先生皆さん知ってると思うんですけど、ケンティックと同級生の娘が。手伝いでカメラマンちょっとやってくれるんだけど、そのことクソじじいとかハゲとか、声出てな。こいつを叩いてください。僕はカーブの違いです。でも入ってくださいってお願いするんです。口では嫌いって言いつつもなんだかんだ私を求めるってことは好きってことなんで。それはお前にはわからん。いや今日はさ、何、はい、っていうと、はい、会社のそのマンションあるじゃん、はい、まあマンション買って、まあ、寮にしようかなっつって、そこのマンション今リフォームでもう多分今日終わってるぐらいなの、はい、で今日さっき電話したら、まあ、入っとるもんで、ね、どうなんって言ったの、うん、まだおるって言ったらおるよって言ったもんね。それ決めとるわけ。あ、じゃあ行くでって。行くでとも言ってない。あ、そうなんだ。そうなんだって言って、うん、じゃあそうだろう、うん、じゃあ西村さんとかに行って。お、これそうだい。おるか。おるか。おります。います。ちょっとしますか。最初はカメラマン&エンターテイナーコンビで。エンターテイナー私も。フロアカーペットではないんだ。塩ビのタイルだね。ちゃんとあ、まっすぐ。そうめっちゃいいですね。まあ、でも増湿剤やっぱこのフロアカーペット、いつも普通のビニールな感じ。いや、クッションだね。クッションフロア。クッションフロア。これはクッションフロア。これ違う、これも塩ビタイル。だからこうやって上質に見えるんだ。そうちょっと見て。おー、これいくらするのこれ。いくらとんのこれかな。いやいや、でその全然。まあまあ高いでしょ、これ。だってこのもなんか全部解錠したでしょ。埋め込んであります、これ。下駄箱です。すごいね。うん、これ壁がこっちの壁、ここまで壁引かせた。これ引かせたら出したかったもんで。これいいの。これいいだね。おしゃれ。キャバ。キャバ。遊び心ある。やっぱ少年だね。やっぱ少年だね。これ隠してくれなかったよ。これだってこれ動かすことになると、これ変えれることは変えるんだけど、とりあえず。カバーの作戦できることはできるよ、別に。結構できるけど。カバーをあえて透明にする。ちょっとまあ、かっこつけてくれてるから、かばして。おー。風呂も改造した。風呂も変えて。いくらと思うの、これが。いや、安い、安いですね。いくら。おー。これクロスだね。これはクロスですね。おー。で、トイレも変わっておいて。いかちいな。これここは、うん、あえてまだ壁を作って針を作って、もともとなかった。ちょっとおしゃれに見えるのに、これやっちゃいました。やっちゃいました。この壁作って、おお、あ、そうかそうか、もともとここは別の部屋だったんですね。ここまで壁残して、こっちも壁作って棚を作ったっていう。ああ、なるほど。あの元々だった壁を利用して、そう。暖かい空間にしてしまいました。有利ですよ。あんまり攻めではないんだけど、うんうん、まあそこそこ絞ったら切れるかなっていう。いくら払うの？いや、それはあのいくら払うの？動画で言ってよ、動画で。動画でいかだよ。なんで？これ畳の綿、匠はとても上質な畳を入れてしまった。
こういう今っぽい色にしたっていうだけ。であと襖も 枠を変えて白くしたっていうことですか。あ、枠はもともとないもともと黒だったんだけど枠を変えた。枠ごと変えた。枠ごと変えた。おお。じゃあそんな感じです。和風モダンな。そうそう、今っぽい和風匠は和風モダンにしてしまった。ただ仕事だよ。匠は、いや、基本的には皆さんがやってもらってるんだけど、天井はちょっとグレーかかってる。壁とは言うと、ちょっとグレーかかってる天井が。は、確かにちょっと色違う。色違う。あ、色違う。うん。なんでグレー今流行ったじゃん、どっちかっていうと。なんでなんでしか聞かない。いや、なんでしか言わない。もっと攻めようかと思ったけど、とりあえずはまあ攻めずにダウンライトだけで遊ぶって感じになってる。それだ、理由は口の前でつかなくてしまった。なんでだ、大丈夫。ここも全然これが大丈夫だけど、ここだけはこことか暗くない。たくみさん、暗くない。コンビとしては大丈夫。コンビとしては大丈夫。調光はかけるようになったんやね、これは。でも暗くねえの。いや、ないないない、全然これで生きてる。どうするの、その人がもういきなりメイドアーティストとかだったら。いや、最後にするじゃん。マッセイクのあの施術する人なの。その人はどうやってくれたの。建具とかそのまま使っとるもんで、おうおう、で本当は建具とか変えたりとかもやると思う、もっと金かかってくる。建具っていうのはこういうもの。でもこれ全部変えたでしょ。いや、これでもこれ扉がさ、もともとあったやつをよくしたよね、上手にしたよね。なんか建具もちょっと、ここだけ色塗って、でこれを貼ったってことでしょ。シャリ取るな。マジでただしか想像できんわ。アホじゃねえ。本当アホなんだ。いやいや、バッチリですよ。なんでもいいからって恥ずかしいからアホばって言うんじゃない。これはいいでしょ、これは。これが均等だね、これも均等。いや、これ上品だな。いやさ、もともとだってなんか変な色だったでしょ。そうそう。普通の鉄って感じで。そうそう。寂しい気持ちになる感じだよね。色だったもんね。そこも外は塗らない。だってこれだって普通強力なので色変わっちゃうんです。ダメだ。いい？俺んちじゃん。俺のもんだから。はい。いい？いい。がこの入っとるうちだけは、あ、特別な部屋なんだなっていう感じです。リクレームとかそうじゃん。いいっていうんだったらやるし、うん、やっちゃう。うん。また仕事ください。また仕事ください。おぉ、すごい勢い開けてる。おぉ、手出しちゃった。おぉ、なんかならんのこれ。やろうともやれるよね。クローゼット行ってもらえるじゃん。例えば、じゃあ、シートハルク、木目とか。せっかくだよね。本当にだから知り合いの方だし、やっとはやって。今だよ、この効果、どういう効果してるの。まあ、ね、ニノさんで日本も頼みたいなと思う。あ、200万台だよ、200万台。200万台いるの？200万台だよ、フラも全部切っちゃうから。青か、もともと。150万ぐらいだよ。青か。青か。200万台だよ。余裕でいくわ。もう家賃ぐらいしろ、もう。それも言っちゃダメだよ。それも言っちゃダメだよ。家賃ぐらいあげるか。お前しめろ。ここに？うん、家賃あげる。しかも一人なのに200ぐらいある。2LDK。一人で 3DK だったね。畳は 3DK を 2LDK で変えてしまった。2DK 時代ね。そうだ、200万超える。超えるよ。マジ？税込みだけど200万。あ、洋さん合わんって俺。いや、それ話しとったじゃん。してない。無理だよ、ちょっと。おい、ケリー。ケリー。ケリーで誰？ケイリーちょっと上質だよね。そうこれ視聴者の方に聞いてほしいね。だいたい平米単価でどんな違う、そのクッションフロアと 1.5 倍ぐらい違うんだ。違うんだ、絶対違う。こっちも全然上質だよ。どうするか滑ってるいや、お風呂も全部キッチンも変えて、お風呂、キッチン全部解体。これで2台とも入るの。これは電話のあれだよ、この元々の線もともとの線もう繋がってるの。いや、そこは光の契約とかあるじゃん、こっちの。うん、その辺はまた別だと思う。一応ここの電話の線は来とるもんで、うん、ここ線は来てます、来てます。ちなみに、ニノスの西丸さんでやってますんで、これ、完全お任せでやったから。
この床もちょこっと出すだけで 1.5 倍でもこの床が200万のうちにどれぐらいの調整になるか知らんけど、うん、これだけ出したらこれぐらいだけ調節になるよとかいろいろ提案してもらって、うん、でこれもさっき修正だけでこれだけで本当の基本の材料でホームセンターに1枚5000円とか6000円とかで売ってるやつを切って塗って塗って塗ったの塗ってある、うん、でこれやってみたらそうそうそう、でそしたら今濃くなるわけで、まあ、ちょっと色の選手はちょっとあんまり良くないだいぶいいね俺だったらこれでやろうかなこういうのやってみたら、これだって元々の壁なんかね、そのキャンプみたいな、ここだけやったってことね。そう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 。で、あの、ただちゃんがいろいろ決めてくれたり。あ、そうなの、ね、一緒にして。一緒にして。もともと女性の方がいい感性持ってたりするもんでね、やっぱり。あ、なるほど。そうそうしながら。そうそうそう。だって、絶対心配相談するし、みんなで、こんな感じで。なるほど。こういう感じになりました、本当にね。もうこれ、完成ね。完成、最後。はい、ぜひ、じゃあ、ぜひ、顔してみてください。ニノさん、まあ、ぜひ、本当にね、よろしくお願いします。藤森も含めて一緒にやってくれるんで、ぜひ、あの住宅、マンション、全部やりますので、声をかけてください。大きいやつね、実際は。2000万、3000万級の塗装もらってね、そうです、そうです。うん、仕事いただいて、うん、やらせていただいたりして、これからもよろしくお願いします。ぜひ、大きいのもちっちゃいのもやりますので、声をかけてください。よろしくお願いします。また見てねー。Thank you.